フォーミュラー1。レーシングドライバーなら誰でも憧れるレース界の頂点である。しかし最先端の宇宙技術をも駆使して作られるマシンも見逃せない。このマシン作りの魅力に取りつかれ10年もの歳月をかけて作り上げられたのがドーム F105 だ。この夢のマシンでタイムアタックに臨んだのが我らが服部直樹だ。本来ならドームのテストドライバーである中野真二が走るはずだった。しかし中野は F1 のテストで海外へ。急遽服部にそのオファーが舞い込んだのはテスト3日前。シート合わせはテスト前日に行われた。ピットレーン、ニュートラル、これなんだろう。9、あ、これやっぱそうだね。ここから出るんだ。これはミサイルだ。テストデー初日。走行前、ドーム代表の林実氏から今回のターゲットタイムが告げられた1分43秒。スタッフから各操作系のレクチャーと実践的アドバイスを受け、いよいよ服部の仕事が始まる。基本的にね、前回でスッと入れたときに、ふっとこうリアがすごいピーキーに動き出しますね。まだ全然コーナー攻めてないけど、とりあえず加速感だけ言うと、いいわ、当たり前だっつう。あと、シフトの感じがね、すっごい楽、まるっきりゲーセン感覚で、プンプンってやると勝手に入っちゃうんですよ、すごい楽。でまだブレーキとか全然温まるほども走ってないから、まだコーナーとかその辺ブレーキの感覚はまだこれから先だけど、加速とそのギアの感じがすごい、ちょっと今まで味わったことないいい感じ。ドームレーシングチームっていうのは基本的にはコンストラクターですから、まあ、自分たちのね作った車で戦わないといけないんで。外国の経験ある人をこうお金払って雇ってしまうのは簡単ですけど、そうじゃなくてそういう技術もね育成していって、その日本のレース界に自分たちの作った車でエンジニアリングしながら戦うっていうね、そういう風土というと大げさですけど、そのためにはやっぱりね、そのメリットあろうがなかろうが、今ちょっと日本人を中心としたスタッフで国産マシンで。やるべきだというふうに私は信じてるんですけどね。セッション1はマシンと服部の鳴らしを兼ね19ラップを走行。このセッション2では少しずつマシンのセットアップを進め、早くも11周目に1分49秒81をマーク。しかし取っちゃダメ。今日2日目なんですけど、昨日乗った感触としてはやはりF1ですね。当たり前だっつうのまあパワー的にはもちろん今まで乗ってたね3000の、車よりあるんですけど、それよりもやはり、一番今問題っていうか、あと何したらいいかっていうところを考えると、やっぱりブレーキが一番違うなと、カーボンブレーキと今までの鉄チンブレーキですね、その違いがかなりでかいと思います。コーナリングに関してはやはり F3000 のグリップレベルよりはやはり低い。ただそれにつながる手前とそのあとパワーかけた時にね、違いっていうのがかなりあるなと、ですからどちらかというと F3000 自体にパワーを、残してっていうかね、コーナリングスピードを上げて走るんじゃなくて、どちらかというとこの手前までに思いっきり起こして早くアクセルに足乗せてっていう、そういう走り方が必要かなっていう気がします。今回の走行で初めてニュータイヤを装着し好タイムをマーク。さらに続けてアタックラップに入った。パワーかけるとリアからこう動いていっちゃうなっていう気が、だからリアの方をもうちょっと抑えれる。これならこの服部のアドバイスからリアウィングを交換、フロントのキャンバー角もパッカーを 3.25 から 3.75 の角度の強いものに変えた。リアウィングはこの日の朝に届いた大型のものが装着された。そして2セット目のニュータイヤを履いていよいよ本格的アタックに入る。2周目に1分47秒をマーク。誰もが期待した3周目、ドーム F105 と服部に魔の手が襲いかかった。んから来られるんだったら俺も大丈夫。本当に原因はオイルフィラーキャップが緩んでオイルが漏れ、それがエキゾーストマニフォードに付着しての引火だった。すごくなんかいい経験しました。F1 っていうのをね、真面目に触ったのはほとんど初めてのようなもんですから、そういう意味じゃすごく自分にも自信ついたし、まあ実際ね、もっとチャンスがあればね、やっぱこういうテストにしろ、まあ、レースにしろね、すごいやってみたいと思う。ただ自分がね 100% 出すまでに終わっちゃったっていうのはすごく残念です。